2020年10月13日よりアメックスのポイントを JAL マイルに交換移行できるようになりました。アメリカンエキスプレスのメンバーシップリワードのポイントを JAL マイレージバンク JMB のマイルに移行できます。 JAL の場合は移行手数料と年間マイル移行上限数がなくなりました。メンバーシップリワードプラス参加の有無によりJAL マイルへの交換レートが異なりますので、ご注意ください。アメックスプラチナ、アメックスビジネスプラチナ、アメックスセンチュリオン会員は、メンバーシップリワードプラス参加費3000円、税抜きは無料となります。アメックスのポイントを JAL マイルに交換する場合ですが、新プログラムになり、年間マイル交換上限数と交換手数料がなくなりました。旧プログラムでは、アメックスで貯めたメンバーシップリワードのポイントを JAL マイルに交換するには、JAL アメックスショッピングマイルプラン年間参加費9000円税込みに参加する必要がありましたが、これが撤廃されました。そして、JAL マイルに交換する際に、年間マイル移行制限として、年間15万マイルまでと上限が設けられていましたが、これが撤廃されました。これらの理由により、メンバーシップリワードのポイントを JAL マイルに交換する際の還元率はメンバーシップリワードプラスに参加している場合は 0.4%、 不参加の場合は 0.33% となります。アメックスのカード会員は貯めたポイントをお得に交換するためにメンバーシップリワードプラスに参加することをお勧めします。メンバーシップリワードプラスに参加するメリットとしてポイントの有効期限がなくなります。特定のオンライン加盟店でのボーナスポイントプログラムが適用になり、大きくポイントを貯めることができます。その他のメリットとして、提携航空会社へのマイルの交換レートがアップします。支払いにポイントを使う際の交換レートがアップします。メンバーシップリワードプラス、参加費として3000円税抜きがかかりますが、交換レートがアップしたり、特定のオンラインショップでボーナスポイントがもらえるのは嬉しいですね。JAL 25% ボーナスマイルキャンペーンがスタートしました。2020年10月13日から11月15日お申し込み分までは 25% 分のボーナスマイルがもらえます。メンバーシップリワードプラスに参加される方は通常2500ポイント1000マイルですが1250マイルとなり250ボーナスマイルが加わることからマイル還元率が 0.5% にアップします。なお JAL マイルへの交換は2500ポイント単位となります。 JAL 25% ボーナスマイルキャンペーンの対象カードはアメックスグリーン、アメックスゴールド、アメックスプラチナ、アメックスビジネスグリーン、アメックスビジネスゴールド、アメックスビジネスプラチナとなります。JAL マイラーのアメックス会員の皆様は長らくお待ちいただきましたが、ようやく再開となりました。約7年ぶりにアメックスのポイントを JAL マイルに交換できるようになったので、JAL マイラーの皆様はとても嬉しいですね。ANA の場合ですが、アメックスのメンバーシップリワードのポイントを ANA マイルに交換、移行する場合は、メンバーシップリワード ANA コース、参加費年間5000円税抜きがかかり、年間マイル移行上限数が4万マイルと制限があります。 ANA マイル交換の場合はメンバーシップリワードプラスに参加している場合は1000ポイント1000マイルとマイル還元率が 1% になり、不参加の場合は2000ポイント1000マイルとマイル還元率が 0.5% になります。 ANA の場合はマイル還元率が 1% になりますが、メンバーシップリワード ANA コースで年間5000円税抜きがかかり、移行上限数も年間4万マイルと制限が設けられています。そのため、近距離の移動は ANA、長距離の移動は JAL などと使い分けをすることで、アメックスのポイントを上手に使い分けしたいですね。